クスモゴリンです。本日もマリオメーカーやっていきましょう。マリオメーカーを見る前に高評価ボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきましょう。皆さん、バージョン36の意味わかりますか？36回更新をしていると。はい、おっと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 、捕まっちゃった。動けへん動けへん、ちょっと待って。いやーん、なんか蓋された、ゴールだ。皆さん、ここでお知らせです。土管が変わりました。何かが変わりましたよ。さあ、そして赤コインも全てなくなっている。赤コインが全てなくなってるから、どこに行こう。またこれ4択やねんけど。さすがにこれ4つあったらさ、無理じゃね？一番下行ったらいいのかな。また最初からとか、そういう、どこやったっけ、ここが。あれ？あ？あ、ちょちょちょ、え、お、お、お？あれ？うわ、これ選択間違うたんじゃん。やっぱちゃうやん。いや、でも続きやな。下がさ、変わってるから下でいいのかな。とりあえずここは騙しで、これ取って、こっちでいいのか？ここら辺は一緒なんかな？はい。はっ！うわぁ！なんか、何それ？2周やれってこと？これ。嘘やろ？ 2 周違うギミックあるってこと？ここでね、確か2回来んのよな。本来は1回やけど、おかわり来る。うわぁ！なんかまた来た！あぶね。そんな余計ええわ。あ、こっち行けへんなってる。でもこれ叩くしかない。なんか違うはず、なんか違うはず。おお、今回は跳ねへんかったな。ナイス回避。そして、前と違うことをすればいいと思うから、右蹴るわ、今度は。そこ一緒なん？じゃあ、ここはまあ左に蹴ってみて、うーわ、もう、左蹴って、で、ちょっと待って。はい。はい。あ、この土管とか入れんちゃう？あ、違う。わあ、ミスったもん。右行くしかないな。ほんで、何か降ってくんのよな。どっちだ？次左か？うわお。あ、失敗した。ここ待ってきましょう。はい、バイバイ。これでよな。これで、また赤コインが手に入るんやけど。あ、次は下やな。なるほど、一周でよかったんや。あ、次青色の土管や。何これ。あ、これやっぱり全部2周行かされんじゃん。おいおい、マジかよ。とんでもねえコースだな、これ。同じコースで2回やらせんのか。新しい。ということは、ついここ正解ちゃう？ほら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 、すごいすごいすごい！なんやこれ、なんやこれ。何段仕掛けなんや。一度で何度美味しいんだ、これは。わお、わお、取っちゃおう。はぁ！うわ、今度ここ凍ってるやん、コイン。右行ってもうすぐ右に行く。ここで待機。オッケー。そういうことね。そして、なんか P スイッチ見えたよ。これ逆に下行くんちゃう？この下は罠か。2周目のための罠だったというのか。なんてコースなんだ、ほんと。ってことは、次これさ、右押しとくんじゃない？これ右行ったら、ジャンプしちゃいます。オッケー。これでいいよね。ほんで、ここら辺は一緒なんか。でも赤コインがあるから、赤コイン取れるかな。俺何に当たったん？多分あの裏にね、ブラックパックンいたと思うのよ。だから今回はこれで叩く。ほらね、ブラックパックンいたやろ。なんで上行けんじゃん。これ上行けるよな。あ、てかそもそも上しか行けへんのか。オッケー。これで3枚目。さあ次、ビッグキノコ編。2周目行きましょう。これ、ジャンプ。オッケー。あ、違う。普通に行ける。なるほど。普通に行けるのか。あーん？なんか来た！ここでちょっと待つ？それ待たなあかんのか。なるほどね。ここのギミックは次回のやつやったんか。
なんかこれ不思議やなと思っとってん、ここのクレーン。ほんで、なんか倒されてる音がする。ギャッ、おっ、うっ、今度逆に飛んでくんのかよ、お前。一周目ここになかったやんな。隠しブロック。なんで急に出てくんの？不思議でしゃあねえ、マジで。これ抜いていいもんか。抜くしかないよな。うん、抜くしかないわ。左行く？右行く？どうしようかな。左。あ、これは一緒なんや。オッケーオッケー。深読みしすぎたってことね。え？ファイヤーがいんねんけど。ということはこれ、上のファイヤーが俺欲しいんやけど、このね、こいつが邪魔して俺帰れへんと思うのよ。これ上行くべきなん？でもそうしないと取れへんもんな。じゃあ、これ取ってすぐ投げて、上連れ去られていくわ。これでいいってことやろ？わー、マジか！そこ下降りれるんや。へえ、それは予想外やった。てか、お前このブロックどっから出てきてん？この氷とかさ。これちゃう場所なんかな？ちゃう場所っぽいよな。これいけるんちゃう？今度こそ。無理や！回避しちゃうんだね。これはね、ジャンプしない方がいいんじゃないか。はっ！おぉ、一緒なんかい！しかもなんか壊れるし。じゃあね、あの青いやつが右行くんじゃなくて、そこで、右往左往し始めたんよ。だからここ逆に耐久なんじゃないかなって。ほら。ほらほらほら。ほんで？ほんで？ちょっと切れるんやけど。助けて！助けて！おお！このメットね、俺、取れへん気すんのよ。あ、取れる？取れるんかい？なんじゃい？取れるんかい？取る。おお、捕まってしもた！捕まってしもた！これ魚取る罠にそっくりなんやけど、一度入ったら出られないみたいな。さあ来たよ。左上では確実にないから、これは今回ジャンプせずに行こうかな。あ、出れた、出れたぞ。ん？これは不慮の事故か？そのためのこの針か？そういうことなのか。じゃあここも変わらずジャンプしちゃいましょうか。そして行く。うわっ、うわっ、うわ。いや、せっかくさっき耐えたのにな。ここでも降りたらすぐ行っちゃおう。オッケー、2周目の3つ目ようやくクリア。長かった。さあ残すところ1つ、この氷の部屋です。まあここはそんなに長くなかったから。ん？なんか そもそも違う。入って、ここに靴あるから、避ける。わ、マジ同化してんな、これ、靴と床が。この右下にあんのよ。すごいわ。ほんで、一緒じゃない、違う。うわ、パパパパパパ、上行ってた。ここやばいな。そのための縦穴か。あれ？ここ。オッケー。すげえな、あいつ。さあ、ここちょっと違うぞ。上につららがあるから、落として、なんか帰ってきた。なんか帰って、キノコ？どの、なにこれ、なにこれ。なんか、出てきた。なんで出てくんの？マジで謎なんやけど。だからここはもう急いで行っちゃおう。それが一番いい気がする。このドッスが帰ってくる前に。これマジすごいよな。なんかチーズフォンデュみたいな、そういう感じ。ドッスンにこれがフォンデュされて帰ってきたみたいな。すごいよ。これそのままいけたりせえへんかな。さすがにちゃうか。さすがにちゃうな。こうして、マスターソーデュー、マスターシュールちょうだい。ダメなのね。ほんでね、俺は見逃さなかった。ここにさっきと同じ縦穴があるということを。これ絶対また出てくるよな、この下から。絶対出てくる。だから、ここで。違うの？こうへんの？お、こう、なんや、こうへんのかい。そこはこいや。お、オッケー、これで2周目も、完全コンプリート。さあ、これで、
またここに出てくるのかな、鍵穴。どうなんやろ。はい、ここまでは一緒で、うん、これでまたあそこに帰ってくるってことやんね。そう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 。はい、これで帰ってきました。入ります。あ、マスターソード忘れちゃった。忘れもんした。あ、まあええか。あ、でも一緒やな。キーです。これは鍵です。え、ちょっと待ってや。え、ちょっと待ってや。あ、さっ、あ、え、え、違うな。え、ん、ちょっと待って、嫌な予感する。あ、ちょっと待って、嫌な予感する。今度は行かしてくれるやんな。頼む頼む。はい、オッケー。あ、え、え、なになになに、え、なに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 。え、まだあかんの、まだ許されないっていうの。俺はもう楽にしてよ。1時間経ってんのこれ。1時間経ってんのよ。死ねと。あ、違う、これ下からや。今俺上来たからあかんかったんや。うわ、マジかよ。え、ちょっと待って、これもう一回やらなあかんの俺。え、ふざけてる。ふざけてらっしゃる。え、これどっから、最初から俺。え、ちゅ、ん、あ、え、ちょっと待ってや。え、3周目やれって言ってんの。嘘やん。え、3周目ほんまに言うてる。さすがにちゃうよな。あれ、あれ、でもこれいけへんで俺。ほんまに3周目これ。だってちゃうもんな、さっきのギミック。もうか、勘弁してや。ちょ、こ、え、なんか、お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 、危ねえ、危ねえ。なんか乗れるとこある思ったら、そういうことかよ。3周目やん、ガチで。おいおい、休憩なしでやれっていうのかこれ。だだだだだだ。いや、てっきり俺もうさ、二部構成になるかもなーってこう、二パートに分かれるかもなーって考えててんけど、ここまでされちゃ三パートに渡っちまうぜ。いいのか、騙しコースで三パートに分かれるなんかお前前代未聞やぞ、ほんま。え、どうしよう。尺に困るんやけど。こうして、ここで多分跳ねへんのかい。こうや、こうや。ほんで、ここまで来ると。よし。から、今度こそ右やろ。あ、違う、うわ、なんだこれ。なんだこれ。右でも左でもないと。叩くなと。そういうことか。なるほどね。うわ、毎回騙されんねんけど、怖い。うわぁ。違う違う違う。また間違うた、もう。逆にこっちで正解の可能性。逆にこっち正解の可能性ない？あ、違う。ああ、ここにブラックパックンがいるから、また周期ずれますよって言うてんねんや。なるほどね。わお。よし。結構一周目。で、なにこれ。え？え？は、え？え、ゴールが違うところにあんねんけど、なんで？え、マジで謎やわ、このコース。でも、3パートに分かれへんで済んだ。そういうことで、今日の騙しコース、すげえって思ってくれた方はグッドボタン押してくれて嬉しいです。さすが36回修正を重ねただけのことはありましたね。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ。